はい、いつもありがとうございます。清岡智雅です。明日からね、まあ、お盆休みっていうか、まあ、夏休み、夏季休暇に入られる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、サービス業の皆さん、いつもありがとうございます。まあ、僕もね、24時間365日っていう看板を上げてますんで、電話でもね、チャットワークでも、対面セッションでも、お盆休み中はクライアント向けのセミナーとかもあるんで、休みらしい休みってないんですが、暑いね。最近さ、ダイエットも兼ねてさ、移動、自転車なのよ。でさ、自転車乗ってると、自分が車を運転してた時と、歩行者の時と自転車の時って、見える風景が全然違うんだよね。置かれるさ、環境が変わるとさ、本当にそのいろんな感情や思考の変化が出てくるわけ。で、車運転してるとさ、車道とか走ってる自転車にお前ばっかじゃねえのとか思うのに、自分が自転車乗ってると、やっぱり歩道ってね、まあ人もいるし、車道走りたいなと思うとさ、路中してる車あんま邪魔なんだよって思ったりとかね。わかる？何が言いたいかっていうと、置かれてる立場、環境によって見えるものが違って、例えばその何年も何十年も、例えば一つの会社で、例えば同じ仕事してると、それしか見えないんだよね。それいいとか悪いとかの話じゃなくてよ。で、僕はまあ新しいものの見方はギフトって話をしてるんで、今日いくつかちょっと事例を出したいなと思うんですけど、僕はこれが大好きなんですよ。これ何つったっけな。名前がついてるんですけど、この形、服の。ちょっと今暑くて脱いだんですけど、もうダボダボダボっとしてて、全然見えないよね、きっと。ポケットがね、まず胸でしょ。そしてあとここについてるの。この下のところに、わかる？全然わかんないよね。ここにね、2箇所ついてるんですよ、この胸と。で、これはまあね、ここ開けられるようになってるんですけど、これは基本お医者さんが着てるやつ、なんつったっけな、ちょっと名前忘れちゃった、ごめん。で、これなんで気に入ってるかっていうと、僕、カバン普段持って歩かないんで、やっぱ携帯にしろペンとかね、ポケットが引っ張ったらいいじゃないですか、鍵とかなんでも。で、すごい重宝してるんですけど、これポリエステルなのよ。だすらそうだよね。基本これ、お医者さんが着るように作られてて、一般の人が全然来てもいいんだよ。僕は白衣ネットだっけ、そこで買ってるけど。そんなさ、濡れちゃったりさ、何ていうの、水にしろ血液にしろさ、やっぱ汚れた時にすぐ落とせたりだとかね、これが綿とかだったらね、やばいじゃないですか。だから分かるんだけど、めっちゃくちゃ熱いので、何が言いたいかっていうと、これきっと綿素材であるのかな、これなんていう形だっけな、例えばシルクとか、この形があればすげえいいなと思ってて、お気に入りで何着か持ってるんですけども、完全にもう自転車乗っててもさ、もうその空気を通せないから、秋とかね、冬はすごいいいのかもしれないけど、春夏本当に苦しいなっていう感じで、ちょっと今脱いで久しぶりにワンピースなんですけど、まだワンピース好きなのかって、まあ好きなんですけど、まあ最近はもうキングダム一辺倒ですけどね、まあヨータンは大好きなんですけど、やばいね、まあ。でも本当泣けるんで、ちょっとキングダムの話はいいか。で、本来その職業、その人たちに向けにその提供されてた、開発されていたあらゆる、この服だけじゃなくてあらゆるツールを他の業種に持っていくことができないかってすげえ大事だと思ってるんですよ。まあ、そんな話ですよね。で、あと最近出張が多いんで、しかも車の出張が多くてさ、1日往復1000キロとか俺が車運転してんの、これもビビるんだけど、で、自分車普段ね全然運転しないから、今の車すごいよね。それこそさ、ライトにしろさ、なんて言ったっけ、オートクルーズにしろ、設定しても、その、前の車の距離だったり、何か対向車とかがいると、勝手にライトダウンしたりだとか、トップにしててもね、あとその、例えば100キロで設定してても、車との距離で勝手に減速してくれたりだとか、すごいね。ってか、皆さんにとって当たり前になるかもしれないけど、俺の昔の頃っていうのはさ、100キロに設定したらもうずっと100キロだからね、ブレーキ踏むまで。前に車がいようか関係なく突っ込んでっちゃうような時代だったので、オートクルーズすげえなんていうのと、昔はやっぱ高級車にしかついてなかったから、今はね、それこそプリウスとかにもついてるんだよね。で、すげえの、燃費が20リッターとか超えてて、給油全然しなくてもいいんだよね。だからレンタカーでさ、プリウスのセダンとか借りると、通常よりも1000円とか1500円くらい高いんだけど、遠くに行くんだったらさ、燃料代で逆転しちゃうんだよね。いやー、これも本当すごいなと思って、日々そんな、ちょっと、そんなところで感動してるんですけど、申し訳ない。ちなみに、レンタカー屋さん、本
当にこれ場所だと思うんだけど超儲かるね。僕のやってるお店の隣の隣がレンタカー屋さんなんですけどね。でまた新しくレンタカー屋さんできたんですけど、ものすげえ車出てるもん、回転してるもん。で仲がいいんでいろいろ話聞くんだけど、いやマジかと、うわ俺そう知ってればレンタカーやったのにっていうね、そんな話はさておき、そうそう、だから沖縄で南原さんがねレンタカーやるって言った時に何だろうと思ってよく分かんなかったんだけど、つまりその興味関心ないことがさ全然その深掘りしないわけ。そのビジネスモデルだったりを表層知ってるだけ で自分がお客さんだったりとして使っていいにもかかわらずね、そのビジネスのビジネスモデルだったりだとか全然何でも知らないっていうか、だから逆に知ってればねそのモデルを他に変えることができないのかっていう。だから今シェアリングエコノミーですよね、共有経済ですけど、レンタカーから始まってそのあらゆるものがもう今レンタルされてるわけですよね。だからやっぱりねその自分に興味関心があるなしに関わらず強制的にそういうことを学んだりね知ることができる機会に身を投じるってすごい大事だぞって、完全にうちの企業スクールとか企業セミナーとか合宿のなんかいやらしいちょっと PR みたいになっちゃって申し訳ないんですが、そうそう、ここ関東道の駅スタンプブックっていう、これ全てね関東のその道の駅っていうのが網羅されてるんですよ、こうやってビューッと。で僕印鑑の印刷屋さんやってるんでね、関連会社がハンコとか作ってるわけですよ。でサービスエリアに行くとさ、なんか記念のスタンプだとかって結構ね子供がついてたりだとか高齢者の方がついてたりだとかして、しかもそのスタンプラリー集めると一色タダになったりとかいろんなキャンペーンやってるじゃない。ここもそうなのよ、スタンプをここに押せみたいな。でこれって今ね皆さん最近印鑑押しました？多分押したことないだろうって、会社だとねなんか何かしら確認だったり押すのかもしれないですけど、今って本当ハンコレスになってますんで、あらゆるものがハンコはどうなるんだって感じなんですけど、いやこれを全くその置き換えてみる、全然違う業界で全く同じこと展開できるなと思うんですよね。でそれを僕たちが仕掛けるってことはさっきも言ったんですけど、うちは印鑑と印刷屋さんですから当然こんなの全部自前でできちゃうわけですよね。だからお客さん来るのを待ってるんじゃなくて、自らそのやっぱり企画提案をしていきながら、すっごくここにね、モデリングできるもの、カンニングできるもの、そのままそっくりパクれるものがあるわけですからね、これいいですよね。例えば商店街に持っていくとか いくらでもできると思うんですよね。あるじゃん、ラーメン屋さんだけなんかここに今500円でランチが食べられるよっていう特集かなんかでもそうなんですけど、何店舗ね回ってもらったらみたいな、そういうのもやってるところに対してオファーできるじゃないですか。そんなことをね日頃考えながら、新しいものの見方はギフトなんだということで、なんか僕ほっとくと永遠に喋ってるからね、もうなんかみんな動画見るのめんどくさいとかうざいと思うと思うんで、この辺で終わりにしたいなと思うんですが、お盆休み期間中もねさっき言ったんですけど、基本アクティブに動いてますんで、あっち行ったりこっち行ったりしてますんで、お茶の模様とか飯食おうよみたいなおばあてや、なんか相談があるちょっと有料になりますけどまたご連絡いただけたらなと。あとたまにはね、ずっと僕の動画見てくれてるごく少ない人たち、まだ最近元気かどうかみんな知らないですけど、近況ぜひメールだったりメッセージだったりいただければなと思ってます。まだまだ暑いからさ、ご自愛ください。それではまた。